織田信長が本能寺の変で倒れてからあまり時を経ることなく、明智光秀は橋場秀吉に敗れます。織田家重臣たちは清洲城に集まって次の織田氏の後継者を決めようと話し合います。映画にもなりましたからよく知られていると思いますが、いわゆる清洲会議が行われたわけですね。この会議では、 明智を打って乗りに乗っている秀吉がやはり有利でした。他に参加していたのが、小田氏への忠誠心の熱い柴田勝家、信長とは非常に関係の深い池田恒興、そして秀吉に頭の上がらないには長秀でした。もし、この会議に滝川一益が参加していれば、もしかすると結論は違ったものに、 なっていたかもしれません。なぜそのように言えるのかを少し説明したいと思います。秀吉は信長の孫の三法師を抱き込んでいました。明らかに、秀吉は三法師を後継者にすることで自分が実権を握ろうとしていたというわけですね。それを阻止しようとしていたのが柴田勝家であります。勝家は 人望のあった信長の息子、織田信隆を推薦するということにして、秀吉に対抗したわけですね。他に織田信勝という息子さんもいましたけれども、彼はですね、本能寺の変の直後に、安土城に火をつけて脱出していますので、人望がなかったんですね。ですので、秀吉のオス、三法師と、三法師 VS、 勝家のオス、オ田信ブという構造になっていました。まあ、事実上の信ブ VS、あ、すいません。事実上のですね、秀吉 VS、柴田勝家であったというわけですね。で、この段階で、庭長秀は、秀吉についていました。なぜならば、本能寺の変が起きた時に、庭長秀は大阪にいたんですけれども、 手持ちの兵隊が少なかったので、三秀でと戦うことができませんでした。ですので、秀吉の到着を待ってですね、秀吉に合流して戦いに参加しています。秀吉です。秀吉ですね。こう、仲間に入れてもらったからなんとかメンツが保てていたという状態です。ですので、秀吉に庭長秀は頭が上がりませんでした。ですから、この段階で秀吉と庭連合が出来上がっていたわけですね。 で、池田恒興ですけれども、彼はですね、彼のお母さんが信長の乳母だったんですね。ですから、その乳母兄弟、父兄弟みたいな言い方をしますけれども、その自分を育ててくれた女の人が同じ女の人だというようなところがあるわけですから、非常に関係が近いんですね。義兄弟のような関係であったと言っていいと思います。 ですので、秀吉の織田家三奪、織田政権三奪の動きに対しては、敏感に感じ取っていたはずですし、かつ、信長に近い人間であるわけですから、信長の方、つまり織田家を守る、秀吉から織田家を守るという立場になってもいいはずなんですけれども、秀吉に彼はつきました。もしかするとですね、信長と自分は同じ、 義兄弟のような関係であるにもかかわらず、絶対に信長を超えることができないという立場であったことに、池田恒興はちょっと不満のようなもの、コンプレックスのようなものがあったのかもしれませんね。いずれにせよ、これによって、池田恒興と橋場秀吉の連合グループ、さらに庭長彦が、秀で、秀もそこにいるわけですから、三人の連合グループと、 柴田勝家の孤立した状態という戦いになりました。で、これによってですね、この会議では、えー、やはり、柴田勝家が妥協せざるを得ず、三法師が、えっ、ー、と、まあ、信長の正式な後継者になったわけですね。当時、三法師3歳であります。信長と一緒に死んだ、信長の長男である、織田、えー、忠信織田忠信の、 息子さんが参法師なわけですね。これはですね、表面的にはですね、あの、信長の直系のお孫さんが、なんていうのかな、織田家を、こう、まあ、継いだわけですから、これでよかったじゃないかというふうに見えるんですけれども、秀吉による織田政権三奪の第一歩になったわけです。ここにですね、滝川一正がいたらですね、 彼は柴田勝家の側に着いたと思います。しかし、滝川一益はいなかったので、まあ、こういうことで話がついてしまったと。秀吉はですね、三方氏の代理人のような立場を得たことにより、小田氏の領地の分配について再配しました。彼はですね、自分は京都から境にかけての日本で最も潤っている場所を取ったわけですけれども、 他にですね、それぞれの重臣たちに領地を分配しております。重心たちはとりあえず自分の領地が増えるので黙ったという面もあると言えると思いますが、結果としては小田氏は領土的なまとまりを失い、まあ、解体されることになったというわけですね。後に関ヶ原の戦いの後、家康は豊臣氏に対して同じことをしています。 ちなみに三法氏はですね、これによって、えっ、ー、と、本来巨大なお出しの後継者であったはずなんですけれども、小さい直轄量だけ与えられてですね、そのまま大人になるまでそこの漁師ということで弱小大名の一人になってしまいました。えー、彼は関ヶ原の戦いでまた人運命が変転しますが、またそれはもう少し後、後に述べたいと思います。でですね、 まあ、このようなことがありましたので、秀吉と勝家は互いに敵認定してですね、お出し家臣たちの奪い合いをする状態になりました。それぞれに互いにですね、調略して、何とか自分の方の陣営にですね、より多くの味方をつけようとしたわけですね。で、すので両者ともにいつ戦いを始めてもおかしくない状態になっていましたが、 先に手を出したのは、秀吉の方でありました。柴田勝英は当時、信長の命令で北陸地方の司令官のような立場になっていて、越前に居城があったのでありますけれども、冬になると雪深い土地であるために身動きできないという弱点がありました。で、えー、本能寺の変が5月、同じ年の5月、その年の5月に行われて、その後に、 えっと、清会議があって、気づくと冬になっていました。で、えー、その冬の間にですね、秀吉は兵を動かして、諸方面の勝家サイドの武将を攻撃してまいります。例えば、最もまあ目立った存在と、存在というのは織田信孝なわけですね。勝家に担がれた織田信孝です。彼はですね、あの、人望があった、 人であるんですけれども、もし織田信孝が後継者になっていれば歴史は変わっていたはずですが、この織田信孝は岐阜城にいたんですけれども、の、うん、えと、秀吉に攻撃されて降伏しています。この時にですね、柴田勝家の援軍が来るはずだったんですが、彼はそれを待ちたかったんですけれども、冬になったばかりですから、勝家の援軍が来るとはとてもまあ期待できない状態でしたので、 ま、降伏したんですね。柴田勝家は、本当の春になるまで、雪解けになるまで待つことができずにですね、2月の段階ですよ。翌年の2月に兵を動かし始めました。そして、織田信孝も、それを知ってですね、戦線に復帰します。静ヶ岳の戦いが行われました。戦いはですね、いずれ春になって、広域にまたがってですね、 展開されました。越前、岐阜、尾張、長島あたりまでの広域の地方にですね、広がって戦いが行われました。当時の交通手段などの状況から考えてですね、距離感を想像いたしますと、太平洋戦争の時の、レイテ沖海戦くらいのスケール感で戦いが展開されたと言っていいと思います。柴田勝家、織田信孝、滝川一益の軍がですね、連合して、 秀吉を包囲するような勢いを、勢いをですね、見せたこともあります。この段階で滝川一真は勝家の方に着いたんですね。しかしながらですよ、途中で勝家陣営にいた前田利家が離脱して、勝家軍が動揺している隙をついて、秀吉が一気に勝ちを決めたと言われております。 柴田勝家は戦線を維持することができずに撤退しました。で、え自分、自分の居城に帰ってですね、自害するんですけれども、この時にですね、あの、彼は奥さんがいたんですね。この奥さんというのは、信長の妹であって、浅井長政の奥さんであった人です。で、浅井長政が死んで、実家に帰っていた時に、信長が本能寺の変で倒れたと。 という状況にあったのですが、その後、柴田勝家の奥さんになったんですね。再婚したんですね。お市の方ですね。このお市の方がですね、あの、柴田勝家とともに自害しております。ちなみにですね、秀吉はお市の方に、まあ大変な、こう、熱烈な憧れる、憧れの、まあ心を持っている、まあ、恋心を抱いていてですね、柴田勝家を倒せば、 お市の方を自分のものにできるというふうな期待を抱いていたんじゃないかというふうなことも言われますけれども、お市の方は明白に、の、あ、秀吉のものになるのであれば私は命を絶ちますというふうな選択をしたということですね。私どうも秀吉のことが好きになれないので、秀吉に対して辛辣な言い方をしてしまっております。秀吉ファンの方大変に申し訳ございません。えっ、ー、と、では続けます。 このような中でですね、織田信孝も身柄を拘束されました。そして彼は切腹させられています。織田信孝が切腹するときにですね、極めて激しい秀吉を、まあ、憎をした辞世の句を読んでおります。報いを待てや、橋しば、畜 彼は、あの、織田、あ、すいません、橋場秀吉はですね、橋場畜前の神というふうに呼ばれていたわけですが、その橋場畜前の神、お前にも必ず因果応報がある、それを怯えながら待つがいいと。橋場畜前というふうに、まあ、信隆は辞世の句を読みました。同じことをですね、秀吉の死後に豊臣家は家康にされているわけですから、まあそういう意味では因果応報が、 とにたたったのかもしれません。秀頼がより気の毒ですね。でですね、えー、っと、残るは、滝川一正でありますけれども、滝川一正の方は出家で済みました。まだ運が良かったのかもしれませんですね。まあ、このようにして、織田家重臣の中で、秀吉に対抗できる者はいなくなりました。おそらくこの時、秀吉は天皇をどうやって抱き込むかについて、 関心がそっちの方に移っていたはずでありますけれども、しかし、その前にまだ越えなければならない巨大なハードルがあったんですね。織田信長がいなくなったことで、日本最強レベルの大名として認知されだした男がいました。徳川家康です。当時すでに旧武田領も手に入れていた徳川家康は、極めて広大な領地と、戦国大名としての際立った またた実績キャリアを持っていました誰もが徳川家康に一目を置くそういうい状況でありました家康はですね、信長のもう一人の息子である織田信勝とともに、秀吉に戦いを挑むことになります。小牧長久手の戦いでありますけれども、これについては秀吉も非常にビビったようでありますが、秀吉と家康のことについては次回やりたいと。 思っております。今回はやや短いですが以上であります。終わります。ありがとうございました。